はい、これが今までのですね、私のラインナップですね。本流竿、まあ今までこのエキスパート本流フレームホーク P4100 ですね、使ってきて、 WH プラスを最初に購入しまして、スーパーゲームベースまでやってきました。来たよ、いた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 、一発目。平蔵の本流釣り、はい、どうも平蔵でございます。新年になりましてね、2023年でございますね。で、今日ようやくね、初釣りに、来ましてですね、まあ、主の川ですね、昨年までちょっとね、ベーシス、ね、H8590、なかなか今売ってないんですけどもね、よく曲がって、うん、食い込みもいいし、細かいポイントもこうやっていけるなって言ったところでですね、でもですよ、スーパーゲームベーシスでね、H8590、ちょっとね、足りないんですね。ここまで倒しても魚が寄ってこないんです。それなんでかって、低反発カーボンなんですね。これと、お、当たった、お、来た、お、来た、来た、来ましたよ。あー、ベーシスで久々にかけたわ、久々。この時期のはまあ慌てず騒がずじっくり構えてやった方が確実に取れますよね。よかったね、出て。まだ取れてないけど、今日はね、初めてビューってやって馴染んだなと思ったら来てた。よかった。これでもいいですけど、あれでも今回の硬いな、これ。やっぱりベーシスは個体差ありますね。あの、手尻が出てるんでね、70センチぐらい、70センチぐらい出てるんで、でナイロンでしょ、伸びるんですよ。伸びるからね、やっぱり。あ、でも針がちょっと違うね、割れちゃったのと。もうちょっとね、柔らかかった。やっぱ個体差あるんですね、やっぱりね。これが硬い方だった。あ、飲んでない。よいしょ。ここにやんなきゃないの。アユの引き取りみたいに、ね、これパッと離せるようにね、例えばね、だってアユ釣りみたいに、ちょっと引いた時にね、パッと離すようにで、竿を機械しておくんですよね。よしよし、おいで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 、はい、当たれた、当たれた。何センチかな、これ。いやー、何センチだ。ほら、ちょっと50ある。で、50センチまでの魚を取れるね。でもよかったね、取れてね、遊ばしてくれたってことでね、リリースしたいと思います。飲んでないから元気でしょ。はい、ありがとう。映像の本流釣り、かなり渋いですね。かなり渋いです。下風が出てきたな。お、当たった、当たった、来た、来ました。竹ちゃんさん、来ましたよ。釣れましたね、よかった。とにかく1号なんでね、ベーシスだからね。ちょっと待って。おーおーおー、結構引く、結構引く、結構引きます。これいたね。いや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 、面白い面白い。いや、速いね、スピードが。タコかな、タコかな。結構あります。よしよしよし、あ、
口とんがってるこれ箱だね。箱だね。スマホだけど。またいっちゃう。これがベーシスな。ね。よし取った。結構まあまああります。あ、でも綺麗。結構まあまあ綺麗。あとタケちゃんさんが来るだけです。一緒だ。いやいやいや。いいですよね、結構ね。この時期にこれ楽しませてもらえるってね、本当ありがたい話です。ありがとうございます。48センチありました。ありがとうございます。映像の本流釣り。やっぱりエキスパート本流と比べちゃうとですね、全然ね、パワーが足りないということで、これもねたまに使ってきました。銅の張りが強くてものすごいパワーなんですね。それでもまあ5万台6万台ですか。おらかった。いたよ。いたいたいた。ここでわかるよ結構。まあ受け止める力はありますけどね、なかなかね寄らないというか、なんというか、なかなか止まったき。これはでかないけどね。でかくないけどやっぱり産地調子ですよね、やっぱりね。あ、これはあネイティブくんだ。ネイティブくんか。40センチ近いやつですけどね。あ、この頭の受けにいました。そこの棚のポイントしかないかなとはね、もうね。持ちますけど。ちょっとね、あの先上司なんで、まあ、X トルクとかあれで銅に乗ってきますけど。でも穂先からやっぱりね、ギューッと入ってる調子で、やっぱりそこら辺違いますからね。あ、これネイティブ系だ。だからここから寄らないでしょ。こうになったっきり。ねえ、そうなんですよ。ほら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 。いいやつだったに見えたでしょ。あそこから寄らないの。先住志野さんはまああの45か50弱ぐらいの箱しでしたね。口がとんがった綺麗なやつでした。まあ、ここまで来て見えましたからね、ナチュラルリリースってところで見ましたが、こういうとこは果たして出るんでしょうか。外れちゃった。来たのに。ああ、今ね、ドッドドンって入ったのにね。なんかね、仕掛けのこの振り抜きというかね、この右足がいいね。先住所のさんは。ただかかった後なんです。ああ、ライズした。ライズした。いるよ、魚。魚はいる。いるいるいる。ライズしたからね、魚は間違いなく入ってる。今電源切った瞬間に食ったの。なんだいだから飲んでないでしょ、飲んでないでしょ。ね、全然引かないんだけど、こういう
なんつうかな、なんか変な引き込みたいね。あ、でも綺麗なやつよこれ。ヒレピンピンの綺麗なやつでした。でもね、このくらいのが跳ねたからね、まあまあ良かったなって思います。映像の本流釣り、でも非常にねこれ気に入ってましてですね、使ってましたけどもね。その次にですね、まあこれをねずっとフレームホークの P400 これをメインにね使ってきましたけども、廃盤になってしまいました。2023年、カタログも出なかったですよ。でインターネット上で見ましたらこちらが廃盤になってましたね。 P3 と P4 だけ。もう非常に残念極まりないっていうところでございますね。でまあ仕方ないということで、その噂はねタイガーの方行ったりとかね聞いてました。なので聞いてたところでこの WH プラスですね、前回買ったちょっといろいろあったところも紹介しながら、今回ねまた手に入れた竿どう違うかっていうのをお伝えしていけたらなと思います。5B と 7B ですねぐらいの重さ的にはね。竿がね硬いでね、今日は大きいのがね入ってるらしいんで、流し方も聞き流しみたいな感じですね。もう糸張って45度か50度ぐらいにしてね、こう聞き流し気味、ほら来た来たよ来たよ、そう言ってたら来た、でよかった。全然抵抗して出てこない。よいしょ。よいしょ。またこれで体ぶっ壊れるんだろうな。あ、かっこいいやつだこれ。久々に箱して出たね。あ、綺麗なやつだな。よしよしよし。最初からいいやつ出たじゃないですか、これ。あ、綺麗なやつ出た。よかった。ありがとうございます。タケちゃんにそのようにちょっと先釣っちゃって、今釣っちゃいましたけど、48センチでございましたね。大丈夫。はい、行きました。おー、来た。あー、やっぱり。浅いとこたまに出てるんですよ。ええ、さあ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 、でかいですよそれ。50はもう確率上ですね。うん、止まるだけですか。ああ、それにしましたか。はい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 。はい。お、いい曲がりですね。いい曲がりだな。パワースペックは私と同じ竿です。あ、これかっこいい。赤くてかっこいい。ほら、おお、はい、おめでとうございます。箱しですね、はい、うん、立派です。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。よかったです。あ、よかったよかったです。映像の本流釣り、来たもうこの背中入ってたわ。お前、でもベイシスじゃ無理ですからね。ベイシスじゃ可能性入ってたね。いや、結構ある結構ある結構ある。パワークだから持ってるもんだと思ってね。
出てこない。やばい行こうとするのを戻すね、竿がね。これはすごいですね。わあ、60だ。60だ。すげえ。60ですね。60、おめでとうございます。60センチありましたね、これね。いや、全然出なかったんで。かなりやりとりがすごい。すごいことになってた。ねえ。いやー、ありがとうございます。60センチでございました。60出ました。ありがとうございます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 。ほら、ファン登ってったでしょ。流れ込みなんですけどね、よくルアーマンさんがこれやるんですけどね。これ立ち込まなきゃなんないか大変。9.5 に伸ばして、あの太い時をザッとからビューって流して落としてるんですけど、乗された、これがちょっとこれ口の中でかかっちゃった。乗された顔が立たない。奥にいましたね。奥でしたね。海岸からやらないと、向こうからやらないとダメなんですね。発酵しちゃう。すごい、やっぱりテトラの際だったか。さすがの 1.5 も切られるかと思った。これもまあこれちょっとヘゾさんがよく行った時、あ、これ出るかなって言ったら、やっぱり来ましたね。ふっくらってきましたね。52です。おあ、53です。53。ふっと、キレが綺麗なのね、ほら。そう、キレキレ、いやいや、ありがとうございます。行きますよ。すげえ。あの勢いで行きましたからね。あの勢いで走られたんですよ。まだまだ元気。まだまだ余力が残ってたというすごい箱押しでございました。映像の本流釣り。はい、じゃあまたここに現れますよ。こっちがね、ちょっとパワーが足りないということで、50センチぐらいの箱押しでも寄らなかったんですね。まあこれも使いますけどもね、山目釣りにはすごいいいと思います。から紹介したいと思います。はい、ではどの竿か、まあ、そんなびっくりするもんじゃございません。ではこちらに現れます。せーの、はい、こ
こちらの竿でございます。またパワースペック同じ竿じゃないですよ。あの調子が違います。今度買ったのがですね、 H プラスの9095。そして新たな仲間にスーパーゲームパワースペック H プラス9095、これがですね追加されました。5本のパワーロット、こんなにあってどうするんでしょうっていう感じなんですけれどもね。まあこれだけの本流座を持ってればですね、まあどこ行っても対応できると思いますんでね。まあこれはですね、まあこちらよりは、こちらが 405g でしたよね。これ WH プラスね、の9095ですけども。で、こちらはですね、360g。少しね、マイルドなんですね。でもこっちはね、切られたりですね、バラしたりが多かったです。なんでかね、竿硬すぎるんですね、少しね。あの、先端が硬すぎるんです。まあ、かかればグーンと入っていいんですけど、でもまあ、反発が強すぎちゃって、やっぱり正規の食い込みのいい時のスーパーパワーに対応するっていう竿なんじゃないかなと思います。なので、オールシーズンというかですね、渋い時もやりたいなって、サラリーマンやってますと、休日。やっぱり土日の方多いですよね。まあ私平日休みが多いんですけども、その日にできなかったらまた1週間先になってしまう、釣りに行くのが1週間先になってしまう、そういう思いする人がたくさんいると思いますね。でも悪い条件でもなんとか竿は出してみたいと、竿を出せばですね気が済むということで、渋い時にも対応する竿が欲しかったんですね。で、あと不意に来る大物にも対応できるような竿というと、このパワースペック H プラス、まああのベーシスは H でしたけど、少しこっちの方がモリモリです。360g の先端が 1.8 の、元計が変わらないですから 26.4 で、テコスイッチ糸がですね03から 2.5 号なんですね。 60cm までの本流魚書いてありますね。パワースペック WH プラスもですね、まあ、70cm ぐらい書いてありましたけどもね、まあ、これも 60cm ぐらい、まあ、50から60がまあ大体メインになってきますんでね、まあ、大体40代から50代、私は 4.5 ですけど、まあまあそれはどうでも、まあちょっといろいろございましてですね、やっと手に入った次第でございます。竿を伸ばすときはちゃんとこうやってキュッとこうね、軽くねじりながら出してくださいね。竿っていうのはね、こうに振るんですね、腰をこう動かしながら。で、どの辺に支点が出てるかっていうのね、でこれで調子がわかるというか、あと強度ですね、まあ、こうにやってるうちにあの弱いところは割れてしまいます。あ、こうやってね、カク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 って曲げてみてください。あの支点がね、6番7番ですね、6番7番ということはですね、この辺が曲がりますね。5、6、ここ7、8、9って言いますけど、5番あたりからグーンと入ってグーッと入って6番7番で下にギュッと入ってくる調子、こんな感じでございます。ダブル H プラスよりは全然しなやかで釣りやすいですね、これはね。映像の本流釣り、はい、ではね、スーパーゲームパワースペック H プラス、まあちょっといろいろありましてですね、ようやくあの来ましたので、ちょっとここでやってみたいと思います。今水温測りましたが 5.8 度なんですね。だからちょっとね、落ちる嫌いはあると思いますけど、振り調子、ね、感度、まあかけてみないとパワーは上がりませんけど、この 360g のね、エクスパート本流と同じ重さということで、まあこっちの方がまあ比較になるんじゃないかと思います。まあ、この時期はですね、魚の居場所にしっかり餌をこう運んでってあげないと食わないですからね。お正月過ぎの風のない日の午後でございます。まあ今日初釣りです。頑張ってみたいと思いますね。まあ、釣れればいいけどね、釣れれば終わりです。ではよろしくお願いいたします。太い糸の方がいいかなと思って、天井糸 2.5 です。で、あの水中糸は今日2号です。あのなんだっけな、アディクトフロロっていうんですかね。本当は冬はねナイロンがいいんですけど、石の大きい川はですね、ムシの川です。フロロで根ずれ防止していかないといけませんのでね、ハサミで糸切ってるシーンとかね、そのままポイって捨ててんじゃないかとかね、そういうコメントねされた方がおりました。そんなことございません、絶対ね。私は落ちてるゴミも拾ってね、うち持って帰って処分してますから、ゴミは絶対捨てないようにしてくださいね。こうポケットの中に入れときます。私とりあえずポンとここにね、ポケットの中にさっとこう入れときます。ここにあのマナーケースついてますけど、このちょっと見えないですけど、ベストがでかくて。で、今日ハリはですね、結局サクラマススペシャルに落ち着いたということで、これはあの軸が細くてで強いんですね。でしっかりかかった方がいいので、あ、飲んだ場合は別ですけどね、どこにかかるか分かりませんからね。2号ですからね、太いですよ。で、こう切れっぱしね、切れっぱし、ここもう入れときます、とりあえず。で、自宅に帰って全部バラして、ベストの 中身出してよ。で、ゴミ捨てます。糸が太いので、あゆ玉のイエロー玉、山川さんのね、イエロー玉、これをね 0.8 号です。3玉に例えると7尾ぐらいですね。 H プラス
うまくいきますかどうか。9095です。 H プラスは9095しかございませんのでね。冬の箱押し釣りスタートいたします。餌はマグロのみですね。やっぱりマグロが一番安定感がありますんでね。やっぱ深くてね、そこが緩そうなところ、やっぱりまあこれは 2.5 号まで使えますけども、こっちの方がなんか振り抜き感はあれに似てますね。フレームホック2号廃盤になってしまいましたけどね。2号ですからね、2号ですからまあいいんですけど、あ、いましたね。いやあ、まあまあの箱質だ。主の川大丈夫ですよ。あのね、ダブル H プラスよりやっぱりぐーんとね、6、7番ぐらいまで回りますね。今日は暖かいから出ました。まあ、やっぱりあの受け止める力も強いですし、まあ、2号だから良かったね。ほら、おー、取った、取れました。ありがとうございます。あのね、イナシはすごいですね。追従性がやっぱりダブル H プラスとは、ね、少ししなやかさが出ますんでね。もう元の方ですね、曲がるんがね。でこっちの方がイナシ性能はいいんじゃないかなと思いますね。あれだとですね、バレが生じるんですよ、ダブル H プラスだと。あの冬ボってやつがね出ました時に即買ったんですけど、まあちょっとその間にねちょっと言えないんですけど、いろいろございましてですね、今に至ったというございます。ああ、こんな立派なね出ましたありがとうございます。はい、ちょっと細いですけどね、54センチありました。強も低いですしね、そんなに引きませんけど、54あるとやっぱりそれなりに引きます。もうちょっと暖かくなると餌食い込んできますんで、そうすると今度黒川とか金箔これ食うんですよね。そうするともうどうにもならない引きしますんで、この主の川今シーズンも楽しみでございます。ありがとうございます。映像の本流釣り、はい、いかがだったでしょうか。1本しかですね出なかったですけど、54センチ今回は2号の糸でやってみました。マグロ餌とかですね、やっぱり魚肉系の餌の場合はちょっと重くなりますからね。あとそれを沈めるために重りも重くしますから、糸は太い方がしっかり流せてくれるんだなっていうのがよく伝わりましたね。だからダブル H プラスの時も2号とか 2.5 とか張ってギュッとやればよかったんじゃないかなって反省しております。今年はですね、2023年はですね、なんとかですね、まあ、63は去年10月こちら、はい、どう衝撃というね動画でですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、5000再生超えておりますんでね、この主の川でやりましたね。ダブル H プラスだとちょっと硬すぎて、寒い時期とか解禁当初の時は、あと秋とかは食い込みが悪いんじゃないかと思って、こちらの方にしてみました。皆様にね、このお伝えしたかったもののね、島野さんのね差をね、わかりますかね。インドネシアでしょ、まあ、インドネシアの工場が悪いかどうかわかんないんですけどもね、これだけ一つ言いたかった。これ買った時ですね、ここがね、今ちゃんと直してこうグッと止まる状態になってますけどね、ほら、よいしょっと、ここがですね、今あの違うの突っ込んでありますけど、ここがね効かなくてですね、すっかすかだったんです。それをねちょっとお部屋で撮ってありますんで、そちらの方からとりあえずどうぞ。このやつもありますよね。これ釣ってるとこうやって伸びてきちゃう。これを止める方法、これ外します。でこうなってます。でここがこう
こうつくわけですよね。ね、うん、スカスカです。この中にこういうバッキン入ってます。これ取っちゃいます。これバッキン1個。これね。これもなってます。こうなってます。内径よく見てくださいね。13ミリ。13ミリって ここ内径ね。ここ。この周りね。この周り。これの代用ということです。これの代用。これはね。で、これをここ入れちゃうわけです。これをここに入れてしまうということです。ギュッと。ね、この間がギュッと締まりますから、足りないぐらいきつくなります。ギュッと。締めると、これが、こんな硬くなります。で、使ってるうちには馴染んできますからね。止まるわけです。カチッと。で、これが、島野さんのズームの止め方ですね。はい、ということでですね、ここにあのゴムをね、突っ込んだんですね。この中がこう、閉まるでしょ、ギュッギュッて。そうすると、ここが、カチッとね、止まるようになったということで、パッキンをですね、ちゃんと見直してくださいということですね。島野さん、お願いします。悩んでる方もね、たくさんいると思います。ダイワさんのズーム、ダイワはマルチレングスって言いますけどね、ダイワはね。まあ以前もこれ見せたことありますけど、こうなってんですよ。ただ、ここに留め具が入ってるんです。で、中からこうやって閉まる状態なんですね。で、これ中下線がこうやって、ただこれだけです。ただこれだけです。これでしっかり止まってんですから。これ買った時ですね、すごい硬かったんですけど、もう今、だいぶ馴染んで緩くなりましたけどね。だけど、まだ効いてます。キュッと。だって手元に来た時からもう箱からこう出した時からスカスカだったんですからどうにもなんないでしょ。でこれベーシスですけどね、ベーシスはなんかほらメッキされてんですよ。メッキですよ。でこの中のほら白い水道管のパッキンみたいになってると思うんですけど、これをね奥にギュッギュッて詰め込んだらこれはギュッと入るようになりましたね。でこれは硬いんですけど、純正のままではこんなに硬く。ベーシスはですね、ちょっと申し訳ない、ここをねパルスっていうメーカーのですね、この回転リディアン、これをここ焼いて取っちゃって、これに変えました。なんでか、ジマノさんのリディアンね、絡むんですよ、とにかく。皆さん覚えあるでしょ、使ってる方、分かってると思いますけど、どうにもならないぐらい。まあちょっと辛口製造になってますけども、だけどですよ、これ、ダイワさんのこのフレームホーク、これね、絡んだことないんですよ、これ。やっぱ元祖ですよね。フレームホーク、このリディアンですけど、絶対絡まないんですよ、これ。やっぱ構造が違うんですね。ということでね、今回は H プラスを購入したということで、かなりバリエーションが多くなったということでね、一匹ね、新年に、ファーストフィッシュ一発出ましたという動画でございました。まあそれからですね、どうしても取れない魚がいるということで、これだけのバリエーションが増えてってですね、大変なことになっている状況でございますけれども、皆さんどうお考えでしょうか。まあ、この主の側もね、私あの30何年やってきておりますけどもね、本当に鼻垂れ小僧の時からずっとこの川やってきましたけれども、非常に昔から魚のいる川で、昔はあの一っ子一人ない川でございましたけど、非常にヤマメもたくさんいて、最近は箱七、昔はドナルドソンになったんですけども、箱七はだいぶ繁殖してというか、ネイティブ化してとんでもない川になって、主の川なんてね名付けられた、もう主の川でもうどこの川だかっていう分かるぐらい皆様に浸透した川でございますからね。 H プラスのデビューをして、雑談といろんな竿の紹介してみましたという動画でございました。そしたらですね、ゴミ等は捨てないように各自お持ち帰りのほどよろしくお願い申し上げます。それからですね、釣り船のマナーはしっかり守っていただいて、マナーを守ることこそが楽しい釣りの第一歩だと私は心得ております。マナーを守って楽しい釣りを心がけてください。 Twitter、Instagram もやっておりますので、概要欄の方からぜひフォローの方よろしくお願い申し上げます。そしたらこの辺で、いつも楽しくをモットーに、映像の本流釣り、平蔵でした。どうもご視聴ありがとうございました。なんだよな。